ソウルブレイダー、アクトレイザーの世界観を受け継ぎ、さらに人間一人一人に焦点を当てたストーリーで、プレイする人の心を引き込んだアクション RPG です。強欲な国王と魔物によって、荒廃した王国に降り立った神の使いの少年は、この王国を元に戻すために、魔物の背後にいる魔王デストールに立ち向かっていきます。この世界は7つのエリアに分かれていて、それぞれのエリアで魔物の巣を封印することで、魂が解放され、街が元に戻ったり、新しい道が開かれたりして、先に進めるようになります。前作に比べアクションの難易度がかなり下がっているので、誰でもクリアできると思います。プレイしてると街の人々や生き物に愛着が湧いてのめり込んでしまう、そんな魅力を持った作品です。ガイア幻想記、クインテット三部作と呼ばれる、アクショナー RPG の2作目で、実在する古代遺跡をモチーフにした、ダンジョンが印象的な作品です。主人公のテムは王女のカレンと、出会ったことで、運命が動き始め、ミステリードールを集めるため世界中を、旅することになり、地球の謎を、知っていくことになります。テムは素早いアクションが多いので、ダンジョン探索はしやすいのですが、笛で叩く攻撃しかできないので、闇の力で変身できるフリーダン、光と闇が融合したシャドウと使い分けて、戦っていきます。ダンジョンではインカ帝国や、ナスカの地上絵、ムー大陸などの、古代文明が次々と出てくるので、当時はこのゲームに影響されて、この手の本を読みまくりました。隠されている赤い宝石をすべて集めると、隠しダンジョンに行けるのですが、ノーヒントでは、ほぼ不可能なもので、当時は制覇できず、最近やっとコンプできました。天地創造、ソウルブレイダー、ガイア幻想記と合わせてソウル三部作と呼ばれています。クインテット三部作の最終作で、聖書の創世記をモチーフにした壮大なストーリーのアクション RPG です。タイトル通りの天地創造という壮大な目標がこのゲームの特徴です。暗く生き物のいない世界から始まり、大陸ができ、植物、動物、人間が復活していきます。そして文明が発展していき、物語の黒幕である英雄が復活するという、旧約聖書に沿ったストーリー展開が楽しめます。地球の裏側にある、ただ一つの村の少年アークは、パンドラの箱を開けてしまったことから、世界創生の旅に出ることになります。全4章構成で、聞いたことのある神話や、社会の教科書で習ったことのある、古代文明、偉人などが次々と登場し、実際に歴史を見てきたかのような、
内容になっています。第1章は村でのいたずらから、5つの試練まで、丸々チュートリアルになっていて、説明書では難しそうだった。様々なアクションやダンジョンの仕掛けが、プレイしながら覚えられたのは親切でした。第4章は自分たちの存在や、地球の謎が語られるので、ぜひこの感動の展開を、味わってほしいですね。いただきストリートに、堀井雄二さんがプロデュースした、モノポリーに似たタイプの、ボードゲームの2作目です。15種類のストリートに増えて、今回からエニックスになって、ドラクエのスライムがモチーフのマップや、洞窟やアレフガルドなどが登場します。最大4人同時でプレイできて、サイコロを振った目でマップを回っていき、物件や株を買って資産を増やして、目標金額に到達するのが目的です。今回は空き地のマスが追加されて、さらに色々なお店を建てられるようになったのがいいですね。サウンドも自然に耳に入る心地よさで、名曲揃いです。階層が分かれていたり、宇宙や洞窟など広いマップも多くて、その中で自分のお店を増やして、世界征服的な気分を味わうのもいいですが、逆に対人戦では狭いストリートで、ごちゃごちゃ物件の取り合いをすると、すごく楽しいのでおすすめです。ワンダープロジェクト J、機械の少年 T の、主人公を直接操作するのではなく、サポートして行動を学習させていく、独特な世界観を持った魅力的な作品です。サポートロボットのティンカーを操作して、偉人の子供、T の、を育てて、お城に囚われている開発者の、ジェケット博士を救い出すことが目的です。ストーリーに関わるイベントでは、T のが自分一人で、行動する場面になっていて、見ることしかできなくて、ハラハラする親のような心境になります。プレイするとわかりますが、この島では、T のたち、偉人、が冷遇されていて、それにどう立ち向かっていくかが、大きなテーマになっています。クリアするだけなら基本的に一本道なので、必要なステータスと行動さえ、覚えればいいですが、このゲームの醍醐味は、ティーノにいろんなことを体験させて、反応を楽しんだり、島を回って、いろんな体験をすることにあります。当時は出るのが早すぎた感があり、世界にどっぷりハマれた人と、ただの作業になってやめてしまった人がいて、理解されにくかったようですね。魔法陣ぐるぐるに、独特の作風とノリで人気のあった、漫画をゲーム化した続編で、初心者に優しい、ダンジョン RPG のお手本のような、作品です。剣士のニケと魔法使いのくくりは、旅先で町や村を救いながら、魔王ギリを倒すため、敵の住処へ向かいます。今回はダンジョンで敵に触れると、そのままでアクションバトルになり、ニケは前作同様オートですが、くくりは敵をかわしながら、ぐるぐる、
ってサポートしていきます。魔法であるグルグルは、シンボルを手に入れることで、増えていき、多用した属性のボタンと十字キーの、コマンド入力で発動できます。敵の攻撃をかいくぐって、グルグルを決めたときは、一種の快感を覚えますね。また原作通りの、ニケとくくりのボケ、や、周りのツッコミや、RPG 調のナレーションなど、知ってる人なら思わず、にやりとする場面がたくさんあり、素材を活かした楽しい作品に、仕上がっています。スラップスティック。自分が発明したアイテムやロボットを使って、事件を解決していくコミカルな RPG です。極楽星と呼ばれる惑星のロココ町で、発明家の卵である主人公は、自分の発明で悪の組織ハッカーが起こす、様々な事件に立ち向かっていきます。自宅の地下に研究所があったりするので、そこで日々発明することが、このゲームのポイントです。全体的に穏やかな世界観で、BGM ものんびりした感じがいいですね。戦闘では自分の開発したロボットと、発明の品々を駆使して戦い、自分は、あくまでサポート役になっています。いわば、正義の科学者、的な役割ですね。このゲームの面白さは何と言っても、発明、することで、ロボットや武器、補助アイテムはもちろん、なんとイベントに必要なアイテムまで、発明できてしまいます。失敗は成功の母、とも言われる通り、とにかく何でも発明して、実践で試してみるのが楽しかったです。実は自分